続いて交通てんこ盛りです。日本道路交通情報センターのページをチェックしております。夜間の通行止めが終わりまして、まだ関ヶ原であるとか、新名神も草津田中見のあたりで下り線に渋滞が出ていますね。それから阪神高速はどうでしょうか。あ、また前のあたりで、阪神高速3号神戸線の東行き自然渋滞が出ております。大阪方面行きです。まあ、いずれにしましても渋滞もそうなんですが、はい、雨が激しく降っていまして、これは非常に運転しにくい、あるいは前が見えにくいという状況になっておりますので、スリップ注意、そして車間距離をしっかりとって、結局スピードが上がるともし何かあった時に死亡事故につながる確率がもう確実に上がりますので、何かあったとしてもスピードが上がっていないと助かる確率というのは多少ございますから、はい、気をつけて走行してください。大阪メトロ谷町線、停電がありまして遅れが出ております。どちらで停電があってということなのかははっきり今分かっていないんですが、順次復旧をしているということです。電話で取材をいたしましたが、詳しいことはまだ分かっておりません。大阪メトロの谷町線、停電がありましてダイヤが乱れていますが、少しずつ、復旧の方向であるということです。交通てんこ盛りでした。6時18分になろうとしています。